やってまいりました。ワイヤー呼んでますよ。ちょはいはいはい、お待たせ。はい、どうも。このパターンにいいものはないと思ってる。もう見えました。もう知ってるもん、こうやって前めっちゃあれじゃん、なんかスクワットとかやらせるやつでしょ。あ、そう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 。あんまいい印象はないよね。いやいやいや、でもこれがあるっていうことはもう何か分かりですよね。本当。あ、まあまあいいや、ちょっと、はい、いやでもちゃんと説明はしなきゃいけないよ。説明しましょう。初めてご覧の方もいいかもしれないか、はい、これはですね、はい、バイヤーイベントを実施する店舗を決めるためのくじ。そうなんです。バイヤーイベントとは何かと言いますと、はい、私バイヤーとミカリタンがですね、アップバンクストアのお店に行って、うん、皆さんとバイヤーをしたりですね、写真を撮ったりするイベントでございます、はい、で、そうですね、皆さんとバイヤーをすることを記念して、普段よりもお安いお値段、特価でですね、いくつかの商品をご提供するという機会でもあります。セール、バイヤーセール。はい、というわけで今回はそのバイヤーセール、そしてバイヤーイベントを行う、はい、お店を決めるためのくじですね。そうです、お店決めます。まあでもね、はい、どうせ知ってるんだけど、あの、ね、お店決めるやんのも入れてくるんで、いつも今回絶対入ってる。いやいやいや、今回ね、ちゃんと店がたくさん入ってますよ。本庁。はい、本庁です。オッケー。はい、ちなみに1回目が梅田、うん、2回目が渋谷。はい、第3回目はどこかな。どうせ北極とか入ってるでしょ。いやいやいや、それはない、それはない。どうせ、まあ引きましょう。もう行きましょう、もう行きましょう。はい、引きまーす。何かな。もうね、これね、どうせね、6玉入ってる、先に食べちゃうもん。ちょい。ダメ。ダメ。先に食べてもらう。ちゃんと見せてください。はい、じゃあしょうがない。開けますよ。オープンザバイヤーくじーダン。ダン。なんで？何見えへん見えへん見えへん。てるー。だってアウト。もうこれ。はい。滑らない話。行きましょうか。だねー。行きましょうか。滑らない話か。ちょっとね、10秒考えるよ。滑らない話はね。待ってさ。3、2、1、どうぞ。よし、来た。はい、あ、来た。アフリカ大陸で反省した話。おお、バイヤーアフリカ行った時の話。うん、滑らない話。超滑らないけど落ちたけどね。ここの落ちがつきました。やばい。ああですね、アフリカ、北東アフリカですね、うん、エチオピアっつうとこあるんですよ。なんなんそのエチオピア。話し風に、はい、で、そこはですね、あのイタリアの植民地だったりしたこともあって、うん、アフリカのイタリア料理が食べたんですな、これはね、うん、面白いでしょ、うん、で、そこに行って、あの、まあ、お腹空いたなと思って久々にピッツァでも食べようかなと思ったんですよ。まあ、日本でいうとこのピザですね、うん、あのね、宅配とかでも食べられるあのピザですよ、うん、あれが食べたいと思って、これの大きさで上にチーズが乗っていてね、とろっと溶けたチーズが乗っていて、ね、サラミとかさ、はい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 、あってね、あとは何だろう、こうちょっと刻んだあの野菜とか、なんかね、あの柔らかく火が通った玉ねぎとか乗っていてさ、うん、あんな感じのピザですよ、うん、食べたいなと思って、うん、エチオピアでピザを一つくださいって言ったんですね、はい。そしたらですよ、なんとよくわかんないけども、すっげえなんていうのか、薄いクレープみたいな謎のね、生地の上にあの生の玉ねぎとトマトが乗って、上にヨーグルトがかかったものが出てきた。おいっつって、ちょっとお見せしてるんで、さすがにね、僕もお腹空いてちょっと気が立ってて、おいちょっと君と、これはピザじゃないんじゃなかろうかって話を言ってやったんですよ。言ってやったんですよ、もう僕は。そしたら彼がなんて言ったと思いますか。待って、ピザじゃないのか。お前は怒ってるかもしれないが、俺たちはピザを食べたことがないんだって言われて、あ、いや、ね、本当ってごめんなさいって思って、まあそういうこともあるよね。彼らは多分想像でね、頑張ってね、ピザを作ってくれたんだなと思ってね、うん、反省したわけですが、うん、今思うと、じゃあメニューに書くなよって思ったっていう話です。バイヤー。はい、バー、じゃあ行こう。今日そうだ、店舗決めだよ、今日の。そうそうそう、今日もう趣旨変わってなんだそれ、行くよ、はい、はい、行こう。はい、お店出るかな。ちょ真面目にお店出るかもしれないで。オープンザバイヤクジ。なんだ。モノマネ。あ、だってアウト。うん、モノマネ三連発。はい、行こう。3連発。三連発多いだろ。三つ。行こう。オッケー。森本涼さん。お。行きます。三連発ですよ。あ、1個目、はい、1個目。じゃあ、どんじゃないですか。ちょっと待って、それはここから準備がある。あの、編集で繋いでくれ。編集で繋いでくれ。はい、もうそれモノマネ、その1、森本涼さん。はい。東京ガスのファンヒーター。はい、行こう。じゃあ、モノマネ、その2、トランスフォーマーの敵役、メガトロン。はい、メガトロン。はい、じゃあ、3つ目いくよ。3つ目、おー、来た。
モノマネその3カンフー映画少林寺のジェットリーはーあ間違えあえちょっと待ってあもう一回もう一回モノマネその3カンフー映画少林寺のジェットリーは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 いやこれ無茶だろう。だってほんまに無茶ですからね。まあね。まあね。しんどい。これね、うん、これね、3、4回続ける自信がないじゃん。ないっすか。うどん行くもんで。じゃあ、あれですよ、結構体力もんとかあったんですけどね。バイヤーが引いてるんですからね、これ。あ、なんかお前が悪いみたいな振り出されたけど。はい。じゃあもう次こそね、ほら。よし、行きましょう。はい、3回目行きましょう。ほんと大丈夫だよ。大丈夫です。大丈夫だよ。はい、大丈夫。ほんと、ほんと、信じる。ほんと、信じるよ。はい。ちょっとね、これね、これでね、ちゃんとしたのがね、出るから。いつもね、ちゃんと聞いてるんですね。ね、3度目の正直ということで、はい、いきましょう、はい、ラストバイヤークジ、オープンザバイヤー、うん、あ、来たんじゃない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 来た、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 見てくださいはい、ロクサ新宿はい、決定、しかも日も書いてます11月1日土曜日、はい、日付が決まってるのも同じのパターンですそうそうそうはい、詳細はですね、別途記事やですね、概要欄の方でご報告いたしますが、はい、私、バイヤーとミカリタンがですねアパンクストア新宿に11月1日土曜日に参ります、はい、そしてですね、それを記念して皆さんと一緒にバイヤーを一つですね、お得なお値段でお買い物を楽しんでいくために特価品もバイヤーしておきますので皆さんぜひですね2014年11月1日土曜日は、はい、アパンクストア新宿に足を運びください、ください、というわけで恒例のせーのバイヤー待ってます、待ってます、ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24ではアップバンクストアで販売している iPhone や iPad もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを、紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方は、こちらのボタンから、スマートフォンの方は、動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー、バイヤー。